程度の体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び、拳も意志も全てぬるい。はい、超えろ戦車ヒルト。こいつ俺の体術を受けても平然と。 多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。<笑>今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？木の葉の青き猛獣は終わり。
赤き猛獣となる時が来たよ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。 お前はもう見せてくれたからな。え、たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいんですか。まったく、いい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。 海先生、認めてください。今こそ自分の人道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして 己の人道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の。 全開時特有の若い蒸気。まるで秋に散り朽ちる枯れ葉色、落ち葉のようで。確かにそうだ。だがただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな若葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが青春の最高潮。 真紅に燃える時、未来を守る。そのためだけに燃えよ青春。最後の炎が燃え尽きるまで。<笑>いいな、お前柱は以来だ。ここまでワクワクするのは俺を追い詰めるのが先か、それともお前の命が尽きるのが先か。 どちらにしても、お前にとってはこれが最後の戦いだ。その拳が震えなくなるまで存分に楽しむがいい。認めてやろう。 体術において俺の戦ったものでお前の右に出るものは一人としておらん。<笑>
んぞ。もっと踊れ。もうあれで決めるしかない。したやつだが、まず耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。死んでいない。これならまだ。本当ですか？リク、急いでガイを医療班のところへ。どうする？誰かがガイを助けた。一体誰が？この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそ。お前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も。貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻き。ナルト。